はい、こんにちは。ずっと心拍のちっちゃい畳込みが、シリーズがずっとありましたんで、ちょっと大きな五葉松をやってみようかな、はい、この木はもともと三冠でして、ここに一本あったんですね。でそれでこちらの中にの非常にね雰囲気のあるいい木だったんですけど、ここが枯れたことで、実は、5年ぐらい前なんですけど、こう V 字にですね切って寄せたと。で、もう枯れるんじゃないかと思ったんですけど、何を V 字に切ったんですか？V 字、ここが三冠でここはあったんですけど、これがねもっとカエル股になってたんですね、こういうに。でカエル股になってたんで、それがあまりにもみっともないっていうんで、ここの真ん中を V 字にこの中をほうほうほう、こっち側ですね、切って寄せたってことですか？ここそうなんです、 V 字に切ってすごい荒仕事というか、やりました。でもう本当に枯れるんじゃないかっていう状況だったんですけど、まあ元気に生き延びてくれたということで、でまあ小型化にね、シフトしていこうかなと思ってるんで、まあ今回のお祭りに、5月のお祭りに出したいなと思って、さっきちょっと話したのは2つに割った方が高く儲かるよとか思いましたいや話になったんで、でねちょっとこっちがね太いんですよね、はい、こっちがご主人で、こっち奥さんちょっと太っちゃったんでこれをねもう少しこう間隔を空けてですね、そうするとこういうね裏なんかでこういうのを作っていくと、雰囲気が綺麗に針金かければですね雰囲気出るんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれ一回鉄筋は外してですね、もう一回かけ直して、今ここぶつかっちゃってますんで、もう寄れないんで、もうちょっとこういう角度で鉄筋をやって、ちょっとこれを下げると、はい、でその上で、針金かけてですね整えて、創刊風の木を作って、まあ、お嫁に出すとちょっと超大作になるんで、まあ、そうなんです。今日自分で今日自分で超大作は自分でやれか時間かかるんで、はい、はい、今日と明日と2日間かけてちょっと針金をかけていきたいと、わかりました、そういうふうに思います、はい、ちょっと作業は表の方で、はい、本日の動画はまた盆栽さんの提供でお送りいたします。また盆栽さんありがとうございます。鉄棒外すんですけど、はい、ちょっともったいない、せっかく下くっついてるんで、こっちだけごめんなさい、ゲップしてこっちだけちょっとやり直してですね、はい、もうちょっと低い位置にやりたいと思いますんで、一回これだけ取っちゃいますね。交差しちゃってたから、そうそう、こうしたんですよね。そう、これね多分これがもっと後ろに来てたんですね、うん、とりあえず寄せただけなんで、それを引っ張ったんだけど、ここまでしか引っ張れなかったっていうところなんで、これをもう一度、ずいぶんあれだな、かかっちゃった、あ、下がしっかり固定しちゃってるから、え、あ、そうか、上くっついてるからか、あ、これがあるからだ、あ、上もここもそうだ、はい、戻りましたね、少しちょっとグッといっちゃおう、よし、じゃあここで一回止めましょう。うん、5月までに固まるんすか？いや、このまま鉄棒のまま売るようになるかもしれないですね鉄棒かけたまま売っちゃう、そうですね、しょうがないですね。この狭い2本近い距離で固定されるかどうかが今ちょっと不安ですね、うん、結構下げるんですね。そうですね、いや、ここまで全部下げるかどうか、まあ、戻るのも考えて、そうですね、ここがなぁ、もう一本あれかな、針金かけるかなと、そしたらこれで同じあれ針金使ってですね引っ張りたいというふうに思いますんで、いよいよ来週から風天が、だから2週間後から逆か、この動画はいつかわかんないですけど、2週間後ぐらい、2週間後ぐらいですかね、で国風の後ですね、逆か、話ばっかり、今話したばっかり、はい、とりあえずこの辺で引っ張れるだけちょっと引っ張ってみよう、これでやっぱ上は動いちゃうな、ちょっともう一本、ごめんなさい、こっちもう一本止めますね、バッテンに、バッテンに、そうですね、こっちはね、上がりそう、ここが上がりそうなんで、うん、こっちを押さえたいんですね、はい、ちょっと見た目は良くないですけど、2本もうちょいですかね、2箇所とか、そう、もう1箇所ね、ここで引っ張りますね、はい、
ちょっとね、これやると針金かけづらくなるときあるんですけど、針金かけにくいですよね。そうかけづらい。だからそこは切っていうかね、かけないで、うん、枝だけにかけるようになるかもしれない。しんないって言っちゃうんですね。しれない、品が悪いですね。しんないかもしれない、かもしれないぐーっとここはか、ああこれは緩んじゃったもん。いらないか、上いらなくなっちゃったですね。もうちょっとやって終わりにしましょう。はい、うん、まあ離れたことは離れたんですよね。よし、じゃあこれで針金かけをかけていきたいので、あとは長いですから。ちょっと正面見せてもらっていいですか。はい、あ、そうですね、ごめんなさい。やっぱここはね、あんまりやっぱり開きたくないんですよね。それなんで一応こういうふうに、なるほど、ぐらいに見せて、はい、いいんじゃない。この辺ですね、ちょうど針金のところを。なんかいい気になりそうな気しますね。感じがね、うん、もしかしたら雰囲気がもう見えてきてるかもしれない。知れない。丸鉢かなんかに入れるんですか。そうですね、南蛮鉢なんか入ったらおしゃれな。いや、もともとこれやっぱすごいいい木だったんで、うん、まあここを開いて閉じてもいいかもしれないですね。知れないですね。はい、じゃあ針金かけ。針金かけようですね。12番、はい、で針が結構12番になってくると太いですね。針金かけは下からと。でも特に向きはどっちもいいですね。あ、そうか、抜く枝はね、抜く枝かけてます。あ、ちょっと針金かけながら抜いていく。え、抜きます。はい、まあ、枝をこうちょっと下げてってぐらいの、そうですね、感じですかね。そうですね。そんな大きく変更しそうなとこなさそうですもんね。そうですね、まあ先端のあれを切るぐらいですかね。なるほど。針金太いんで隙間空いちゃってますね。今日はラジオペンチじゃなく、ラジオペンチじゃなくて普通のやっとこう。はい、12番だとやっとこ欲しいな。やっぱりやっとこで書けるようになっちゃいます ね。購入する人はぜひ盆栽Qストアで。そうですね、はい、買えますので。買えるんでぜひ、はい、あると便利というか、ないとできないかもしれないですね、盆栽は ね。必需品ですよね、やっとこ。ちょっとここ隙間空いたんだ。もう一回。2月の中旬ですかですね、公開時期はですね。撮影は2月の3日かな、今日は。2月の4日ですね。はい、4日です。そこ大事なとこなんで。はい、すいません。間違っても5日、6日とか言わないようにして。なんでですか。じゃあ、心拍の話で。わかんないですか、この動画じゃ。この話。はい、とりあえず、10番と12番ですね。太い針金かけが終わって、枝にですね、針金かけをしましたので、これからもう今度小枝の方で14番、それから16番というのをかけていきたいと思います。多分ね、14番、16番かけたぐらいで、だいたいこう枝の位置が決まってくるので、そうすると、例えば長い枝とかですね、例えばこういうのをこう下げていった時に、この辺が多分長くなってきて、こうやってやったら、これでこの小枝で棚ができちゃうんで、ここを切っちゃうとか、うん、そんなのが多分出てくると思うんで、はい、14番、16番ぐらいまでですね、ちょっともう一回かけてみたいと思います。はい、お願いします。はい、Qさんは、あ、私がそれ黒これですね、車間だったやつを、はい、もうちょっと畳もうかなと。もう一つですね、これからですね、うん、はい、ここだいぶ詰めましたけどね。はい、私取りましょうか。大丈夫です。いいですか。はい、はい、じゃあ、はい、頑張ってください。頑張りましょう、お互いに。はい、じゃあお願いします。お願いします。今日終わんないですね、多分ね。終わんないです、終わんないですね。はい、はい、とりあえず14番、これで最後で。取ってない。あんた18番をかけていく感じですか、じゃあ。そうですね、16番もの針金がない。なんかなくて、うん、あ、はい、はい、16番を飛ばしてかけるって結構厳しいんですけど、細いのも無理無理14番でかけて売ってますけど。え、そうか、買えばいいのか。買えばいいのか。いくらすんだろう。ちょっとこういうね、三つ股とかちょうど今やったとこ抜け枝出てきたんで、ちょっと14番終わったところでまだかける枝あるな。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとで、もう明日にジャンプしますか。あ、じゃあ明日ジャンプしましょうか。じゃあ今日はこの辺で、はい、お疲れ様ということで、お疲れ様でした。一旦終わりにしたいと思います、はい、お疲れ様でした。ジャンプはしないんです。あ、ジャンプで、あ、そういう意味で。どこに飛ぶんですか。時空移動です。時空移動。じゃあ明日に
そう向かってなんか鳴ってきてましたしちょうどいいですねうわよくわかんない1日経ちました1日経ちました、はい、今日2日目昨日の午後に続いて、今日これをね仕上げたいと思いますんで、まあ優しいね流れのあるような木に作りたいかなというふうに思いますんで、うん、はい、はい、細かい針がですね、ちょっとここまでね午前中でかかるかどうか結構まだあるんで、まあ、頑張りたいと思います。はい、はい、じゃあ後ほど、はい、これですね枝を切る。そうですね、今針金枝を切るということで今針金かけてる途中なんですけど、長さがでこの辺で揃えようかなと思っていて、でこれはまあ上にここ辺ボリューム持たせることできるんですけど、いかんせん長いんですよ。ここがこの枝がいますんで、これがこっちにこう来るとここの隙間は埋まるかなと思いますんで、これは取っちゃう。はい、はい、この辺もですね、これもこういう短い、この辺の短いちょん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 、この辺で作れますので、これの先端を切っちゃう。なってきましたよ。こういうのはね、あんまり出は良くないんですけど、この辺を埋めるという意味では、これが生きてきますんで、これ取らない。いや、長いな。この辺もちょっと、こういう目で、これとかこれとかこれとか、これ下にもありますんで、この上の、これ取りますね。えい、今ところで、まあ、かけながら少し短くして輪郭で考えてるんですか。そうですね、輪郭ですね。輪郭で、まあ、畳み込んでこう縮めるのもあるんですけど、結構目吹いてるんで、こういう例えば先端に1本こういうのがあれば切っちゃうとか、ちょっと元気が良すぎるというか、これに目がいっぱいありますんで、こういうの でこの辺の長さで作っておくと、ちょっとこれが先端出っ張っちゃってるんで、というと、そうですね、輪郭ですね。というところで、ちょっと針金かけながら剪定をしていきますんで、はい、もう少しお待ちください。終わんないですね。なんでここに来ている。はい、もうこっち近くなって日も遅れて日が遅れてですね、はい、滑り込みセーフというギリギリ針金かけが終わりました、はい、昨日からやっていて、2つに寄せて相関に作ったんですけど、これはもうちょっとお祭りに出してですね、5月のですね、次持ち主の方がお好みで、2つに分けても構わない、これ割っちゃってですね、うん、はい、ということで、作ってみました。とりあえず相関風に作ったっていうことで、はい、それぞれ単品で見れるように枝数は少し残してます、うんうん、ちょっと多いんですね、この辺も多いし、ただまあここを意識したのはここにこう空間が見えると思うんですね。そうですね、枝がね、この辺の空間、の見えるところにこういうような裏枝が見えてくる、こういうですね、うんうん、裏枝が見えてくるところですかね、はい、そこら辺がまあこの辺の雰囲気がまあいいかなというところですかね。いい、はい、いいですね、針金かけてこう棚が、そうですね、棚ができるとそれらしくなってきて、うん、でこれでグッと下げたんですけど、これがこう今度ね横になっちゃうと面白くないんですね。だから少しこうやっぱり上に上がっているような感じで、かつここに空間を作れる、まあギリギリのところかなっていう感じで引っ張ってますんで、はい、お好みの方はぜひお祭りで5月ですよね。5月ですね、だいぶ先の、だいぶ先、それまでには鉢ももうちょっといいやつに入れ替えて、はい、にしたいと思いますんで、 あれですね、今回1本枯れて、ね、もう崩したという感じ。そうなんですね、本当はねこれ枯れてこうカエル股のところを取ってればよかったんですけども、うん、まあダメになった木を再生させたと、なるほど、いうことで、まあ、こんな風に作ってみましたということですね、はい、ということでもし枯れても諦めないで育てればなんとかなると、なんとかなるとですね、はい、手放す理由は大きさですか。そうですね、もう大きいんで、うん、もう棚もいっぱいでね、ちょっともうやりきれないんで、少し私にとっては大きいのかなということで手放そうかなっていうところですね。なるほど、はい、あ、そうそうそう、これちょっとね分けていった理由が、ここがちょっと太っちゃってるんですね、こっちがね、はいはい、本当はこれがお父さんで、お母さんなんで、奥さんか、うん、奥さんがちょっと太っちゃったんですけど、はい、逆にこちらがお父さんで、逆にこちらが主として、はい、お父さんが奥さんを背負ってると、いう見方もできるかな、見方もできるとできるかなって、はいはい、だからこれ気に入らない方は分けてもいいですよと、うん、はい、まあでも相関好きな人ね、うん、結構いいと思う、私も好きなんですけどね、はい、引き流しでいい雰囲気が出たんじゃないかと思います。分かりました、はい、はい、ということで2日間ありがとうございます。そうですね、2人だけの話、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした、ありがとうございました。
多分先に国風の動画が、うん、あそうですね、国風か、まあ、売店ですね、売店の動画が先だと思うんです。そうですね、そこが一番ね、うん、やっぱり宣伝するには早めに出さないといけないし。ひるまさん、あんなに買うとは思いませんでした。いやいや、買いすぎちゃいましたよ。いや、本当に。去年からすごいですよ。ねえ、あんな。あんなに耐える、両手持ちきれないぐらい。あのね、持ちきれないぐらいね。きみこさんもね。そう。あんなとこで踊り出すと。踊り出すね。なんかどうもお酒飲んでたみたいでね。びっくりしちゃった。怒られそう。ひるまさんとは何でしょう。ああ、よかった。初対面だったですね。初対面で、ね、初対面で、いい方ですよ ね、 いいね。ビッグボス。ビッグボス。予約してた五重松、はい、そこにあるんですけど。どこバージョン2で全然木買わなかったですよ。今日取ってきますか。え、ね、私は立春盆栽大市ですかね、はい、買ったの1本だけ。1本だけ、え、1本だけ平松さんのところの五葉松ですね。私はダメでしたか。だまあ、あのいい木でたくさんあったんですけどね、うん、あの金欠病なんで、なるほど、ぐっと我慢をしてセーブしたっていうところですね。偉いですね。あのまだこれからいっぱいいろいろ昼散歩でお金を使わなきゃいけないと思うん で、 そうですね、私の知る限りなんですけど、はい、先週も山木買ってましたよね。先週そうね。さらっとね。あ、買いますみたいな。買いますって、あれは自分の値段聞かずに買いますって言いましたからね、私ね。そういうね、自分でも言っちゃったと思って。買いすぎですよ、本当に。買いすぎ。最近。いや、その値段聞かずに買うっていう、ちょっとかっこいいなって、うん。コンビニじゃないんだから。うん、そう。相場がね、だって、うん、万円って言われたらうん、万円で多分買ったし、ね、幸いね、安くしていただいたんで、よかったですけど。おまけはこんなもんですか。あ、こんなもんで。動画のご視聴ありがとうございました。はい、盆栽Qではスポンサークレジットを募集しております。はい、詳しくは概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか。そんなにお得な企画ができたんですか。広告です。広告です。はい。ぜひお願いします。